スマイフット2の藤ヶ谷大野タスク、俳優の奈緒が28日、都内で行われた映画、傲慢と善良公開記念舞台挨拶に登壇。同作の題名に絡めて、これって傲慢と善良どっちでしょう？とのトークテーマでは、マッチングアプリの登録写真などを加工することの是非を語り合った。なおが大前提として、傲慢と善良って、一つの物事にどっちも混在すると話し、その後に、藤ヶ谷が加工するということは顔キュッとして、実際会ったらドンってなるわけでしょ？逆の方が良くないかっこ笑い？と身振りを交えながら熱弁。